かのチームともう自分から話しみたい。コメント欄いいねじゃないのよ。これはね。いや、いくらもらってたの？あ、皆さんこんにちは、クリアラです。今日はちょっとゲストに当時を招いてアメフトのプロの件についてちょっといろいろ話したいなと思います。一回僕がツイッターとか、まあ、インスタでも載せたかな。結構反響が多かったことなんで、プロについて、まあ、アメフトのプロって一体どういう感じなのかとか、なんかそういうのをちょっと今日はもう基本 NG なしで行こうかなと、はい、いろいろ聞けるわけですか。いやもうね、うん、隠すのもよく分かんないから、うん、なんかちょっとこうよく分かんないじゃん今。まあね、なんかアメフトのプロ多分最近日本人のプロが OK になってちょいちょいプロ選手っているのよ、うん、はいはい、でも誰がプロ選手なのかとか、うん、あんま分かんなくない？まあ、正直分かってないところは多いから、ね、そう、なんかそのチームも発表してないし、うん、そもそも誰がプロでプロじゃないの、まあ、基本プロじゃないから、うん、なんかそういうのが多分あんまり分かってない状態、うん、だからなんかそこはね、せっかくプロ OK になったわけだから、うん、なんかちょっとクリアにいろいろしていきたいなっていう。なるほど。なんかそこを隠すのはちょっとよくわからないからね、うん、まあね、ただそのなんていうの、この一般というかアメフト一切関わってなかった身、うん、そうだね、としてはそもそもリーグ自体がアマチュアかプロかもちょっとわからんし、あ、よくわかんないよね多分。そうそう、そこに選手が果たしてプロでいるのかどうかなんて、そこまで行くレベルにも達してなかったから、はいはいはい、まあ、ようやくね、今そういう話聞けるなら、そうだね、聞いていきたいけどね。ちょっと今日はね、もうよっなんか今までこうね、ちょっとごまかし、はい、ごまかしてはないけど、まあなんかよくわかんない多分状態なんで、うん、もう全部いっちゃいましょう、今日は。じゃあいろいろ聞いちゃっていいですか？もう、もう行こう、なんか何があったいや、何もないんだけど、はい、まあちょっと隠すのはさ、ちょっとよくわからんから。まあね、一般的な考えで言ったら、プロ選手がいてくれるからこそ目指したい人たちが現れるべきやから。やっぱせっかくアメフトもこうやってプロが OK になって、じゃあ今ね、中学校、高校、大学とやってる選手の中で、プロになりたい選手も絶対いると思うから。うん、で今は特にその CFL とかさ、はい、それこそ NFL の、グローバルの枠があったりとか、うん、なんかそういうのでこう日本でプロとして活躍しながら、まあ、そういう海外 CFL、うん、NFL を目指すっていう道が今あるっちゃあるから、うん、なんかここはぜひこう日本のいい選手たち、うん、若いはそこを目指してもらって、うん、ですごい活躍してもらって、なんかどん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 日本のアメフトにとってプラスになるようなね、行動とか、まあ、そういうのができればすごいいいと思うんで、うん、なるほど。なんでじゃあ行きますか早速。そうね、まずさ、うん、そのまあ、アメリカフットボール選手としてプロがあるっていう話をしてて、うん、だからさっきからチラチラ言ってプロ OK になったっていう話してるけど、はいはいはい、そう、そこがちょっとよく分かってないよ。そうだね、昔からなんでダメだったのかとか、あの俺もその辺がよく分かってないの。俺も分からん。あ、そう、あのなんでダメだったかは分からん、その具体的な理由は。で、なるほどね、とりあえず OK になったのがなんか数年前なのよ、うん、ちょっとごめん、はいはいはい、あのいつって具体的に忘れちゃったけど、うん、とりあえず OK になったのよ、うん、最近なんだそれも。そう、最近だね。だからもう OK だから、うん、言っていいんだよね、もう、はいはい、だから俺は25からプロになってるから、うん、もう長いんだよね、うん、プロで9年やってたから。だからダメだった時からプロなのよ。ああ、そういうことね。どういうこと？俺は気にせず言ってたけどね。プロね。いや、そう、ダメだった時とかがちょっと俺よく分からないけど。要は多分、まあ、なんかこう、規定であんま良くないみたいな感じだったんじゃない？うん、ああ、そうなんだ。だから、もちろん、だから俺もプロ契約じゃないんだよ、うん、最初は。要は、なんかよく分かんないけど、プロ選手はダメだけど、コーチは OK なのね。ほう。昔から。コーチはお金もらって OK な。うん。だから、プロコーチ兼選手としてやるっていう契約でプロになった。なるほど。そう、だから選手っていうよりもコーチとしてじゃあお金もらいますみたいな流れが多分昔の流れだったと思う、うん、でまあ、今は、まあ、理由は分かんないけどそれがとりあえず OK になったから、うん、まあ、だから堂々とこうプロ選手って言える状態、うん、ほう、なるほどね、うん、だからこうアマチュアリーグの中の選手にプロ選手がそうそう混ざってる、混ざってるって感じだよね。そうそうそう、うん、まあ、多分俺が最初じゃないかなと思ってるのよ。あ、そうなんだ。完全にプロはね、まあ、はいはい、プロってこう何を定義にするかによるけど、うん、まあ、
それこそ、ね、スポンサーがいたりとか、うん、そのプロとして活動できる選手としては多分、まあ、一番最初は俺なんじゃないかなと思うけど、うん、多分分かんないよ。でも その、まあね、そもそもさ分かんないっていうのも分か意味が分かんないじゃん。そうね、誰も言ってないのよ。だから それが言われるとよく分かんないけど、なんかそう プロ選手会みたいなのないの？ないないない。ないんだ。何もない。俺らは全員実はプロやけど、ない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 、あんまり言わんとこうぜみたいな。ない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 。だからもう俺なんて相談する相手なんて誰もいないから。あ、そうなの。スタートから全部、あ、だからじゃあそれこそ最初ね、せっかくならどうやったらプロになれるのかっていう。あ、そうね。そこ多分気になるね。うん、多分そこ話した方がいいと思うから、うん、多分プロになりたい子は絶対いると思うし、で今アメフトに関わってるね、コーチとか、うん、現役選手とか、まあ、そういう関係者の人も、うん、まあ一つのこういう、まあ実績としてね、うん、こういうふうにプロになったっていうのは、まあ、別に知っても損はないと思うから、うん、どうやってプロ、まずプロ選手、日本の X リーグでアメフトでプロになるには、まあ、根本的にまず当たり前だけど、うん、まずはズバ抜けた選手じゃないとなれない、はい、これはもう大前提。それはそっか。そうそうそう、それはそっか。要はな何かって、うん、基本的にほとんどの日本人選手はプロじゃないわけ、うん、ってことは、まあ、ついこの間ね甲子園ボールあったじゃん、はい、だから学生のすごい選手たちが毎年 X リーグに入ってくるわけじゃん、うん、そうだね、毎年、うん、毎年代必ずいい選手がいるわけ でその選手たちが自由に X リーグに入れるわけで、うん、その時点で実力がずば抜けてないわざわざ日本人選手にお金を払うかってなったら、まあ、払わないじゃん。だって毎年入ってくるの。そうね。例えばレシーバー欲しいなってなったら、はい、で今のじゃあ感覚の誰、うん、まあ、やるかやらないか分かんないけど、うん、早稲田の誰だ、法政の誰、うん、いくらでもいるわ。うま、ん、い子とかは毎年入ってくるから必ずすごい子はね、うん、ってなるとじゃあどうやってプロになるんだって、まずは圧倒的な実力ないと根本的にはなれない、はい、だからもし自分が圧倒的実力がないのに、うん、X リーグでプロになりたいって今思ってるのであれば、それは基本的にはなれない。さすがにそんな甘くないぞ。そう、そうなのよ、はい、一応こうね、あのアメフトってまだまだマイナーだし、うん、その競争ももちろんね、野球とかサッカーに比べたらまだ競技人口的にね、うん、あれだけど、でもとはいえプロになれるのって本当数少ないから、うん、でこれなんでなれるのって、まずは実力ね。まずは圧倒的な実力が必要。代わりがいない選手、はいはい、代わりがいる選手だと絶対なれないの。だから これまずマスト。それがまずマストなんだ。そうそうそう、一番ハードル高くないですか。いやでもそうなればなれる。まあまあまあ、そっかそっか。要はチームから本来そうやもんね。そう、そうそうじゃん、本来そうや。チームからどうしてもこのポジションが欲しいってなって、うん、でズバ抜けてたら、その選手からしたら別にどのチームも選びたい放題じゃん、うん、企業チーム行くにもクラブチーム行くにも、ね、はい、その状態だから、あ、じゃあうちでプロとして雇うから来てくれよってなる可能性がある。なるほど。そしたらもうプロになれるから、はいはい、まず上手くないとダメだ。まずは上手くないと絶対ダメ。まあ、それに関しては確かにそうやなとは思いますよ、うん、でもさ、上手い選手が何歩でもいるじゃん。そう、俺が見てこの3年間ぐらい見たけど、はい、ね、なんで平日働いてんのっていうレベルの人たちいっぱいいるのよ。すごい選手いるよ、ね、それとは何が違うのじゃん、プロの人とは。だから替えがいるかいない だからここがポイントなのが、うん、上手い選手とすごい選手は違うの、うん、上手い選手いっぱいいるって言ったよ。いっぱい上手い選手いっぱいいるの。でもすごい選手なんないと違うの、うん、上手いとすごいって違うのよ。確かに文字が違うから。文字だけでしょ多分。いや違う本当に要は替えがいない、はい、じゃあ俺のじゃあここでね、じゃあ俺どうやってプロになったか話すわ、うん、俺もともとパナソニックの、まあ、そういう知られてない可能性もあるから、うん、パナソニックの実業団にいたのね、はい、そもそも最初ね、普通にやってて、まあいろいろあって、NFL 挑戦するから、うん、もう今だと思ってやめて、うん、日本で X リーグでやらないとアメフトをね、うん、やりながら、まあ、挑戦しないと絶対アメフトやらないで挑戦するのは絶対うまくならないから、うん、だから X リーグでやろうと。でじゃあプロ契約だったかな、うん、会社辞めてまた普通に働きながらやったら意味ないじゃん。そうね。だからもうプロ契約でもう俺の一緒に NFL 挑戦を一緒にサポートしてくれみたいな感じで、はい、いくつかのチームともう自分から話してみたい、うん、プロなんて誰もいないよ
まだその時は全然いない時に、だもう知ってるヘッドコーチとか、うん、まあ、そういう、もう知り合い、まだアメフト界だから知ってるじゃん、はいはい、にもう連絡して、おう、もうプロ契約してください、もう直談判、まずこうな、こういうふうに動いた。で、最終的に、まあ、チームね、いくつかあったんだけど、で、いろいろ話した結果、うん、じゃあ IBM、まあ、ケビン・クラフトってアメリカ人キュービーもいたし、はい、まあ、そういうのも含めて IBM にしましょうってなって、IBM 決めた。へー。だからもうこれは自分で言った。だから基本的に待ってても絶対プロにはなれない。はい。プロで取ろうなんて概念がないから。なるほど。そう。だから、まずは自分から動く。うん。まずは。これをしない限りは絶対なれない。なるほどね。そう、プロに行きたいのであれば、はいはい、まずこの自分の圧倒的な実力を持ってして、そう、俺はすごいんだぞっていう売りを自分でしに行く。そう、しないとダメだね。待ってても絶対プロになりますかとは絶対来ない。絶対来ない。基本的にだって別にお金払いたくないじゃん、普通に考えると。そうね。わざわざチームとしてね、うんうんうん、お金を払って日本人選手を入れるのが、はい、まあ予算的にもさ、うん、大変だし。そうね。無駄じゃん、毎年いい選手はいるのに、うん、だからまずはそういう話を自分からしないといけない。だまずこれがね、プロになりたいのであれば、圧倒的な実力と、はいはい、あとは自分でそういう行動ができるか、はいはい、この2つでプロになれるかなれないかが、まあ、大体決まる、うんうん、例えばプロ野球とかだったらセレクションとかあったりするじゃん。あるね。でアメリカンフットボールっていうと、プロになるセレクションみたいなのないわけでしょ。ないないない。どこでその実力を見せたの？大学なの。あ、大学で大事なのが、例えばだけど、うん、それこそアンダー19とかさ、うん、今あんまなくなっちゃったけど、うん、大学の日本の大学選手権みたいな、ああいう代表の場に、うん、じゃあどうなるか、代表の場に集まるコーチ陣は、うん、基本的にもうアメフト界の上の人たちじゃん、コーチ、はいはい、X の人とか。俺もアンダー19で、そういろんな人とコーチと知り合ったから、そのつてでプロになるときに話しに行ってるから、だからなるべくその大学時代とかにもうなるべく名前を売らないだね、うん、これめっちゃ重要。大学時代からも決まってんの、うん、そう、名前をめっちゃ売らないだ、うん、とりあえず知られてないだね。あ、あいつねすごいよねってなってないだ、はあ、本当はすごいのに名前を売ってなくて売りに行っても多分相手にされない。あ、そうなんだ。絶対相手にされない。へえ。だから基本的に こんなん言うとちょっとその、うん、プロを目指してる子に良くないかもしれないけど、やっぱり強豪校の方が有利だよね。ほう、よく知られるから、そう、見てくれるから、決勝まで残るから、残るし、プレーも見るし、うん、っていう感じかな。で、さっきの、そのじゃあ、俺の場合は、じゃあ何があったか、うん、俺足速かった、うん、根本的に。そう、で、じゃあ IBM 当時ね、いい選手いたんだよ、もちろん。うんうん、でも、足速い選手がいなかった。要はディープターゲットがいなかった。はいはい、で、当時、俺25歳、26、もう40ヤード4秒4とか。普通に出してた時だから4秒4、あ、そう、あ、もう赤外線で出してたから、だから足速かったの、とりあえず、はい、とりあえずディープターゲットがケビンが欲しい、うんうん、っていうので当てはまるやつが俺しかいなかった。だから これが要は一つの武器、替えがいないっていうの、うん、だ例えば俺が足が普通だったらレシーバーとしてめちゃくちゃうまいけど、足が別にそんな速くない、まあ、普通、例えばサイズがあって球際めっちゃ強いけど別に足速くないみたいなタイプだったら多分取られてないの、プロになれてないの、うん、要は替えがいない選手にはそういうこと。だからそういう武器を持つっていうのは一つの替えが効かない選手になるポイントかもしれない。なるほど。だからアメフトがうまいじゃなくて、うまいのはもちろん必要だよ。だから根本的に替えがいない選手にならないと日本人でプロ選手にはなれない。でちなみにまあみんな分かってると思うけど、アメリカ人は全員プロだからね、今日本にいる基本的にもうほとんど全員プロだから。だからアメリカ人、それはさ、だから違うじゃん、替えがいないわけじゃん。まあそうね、彼らの替えはいないじゃん、はいはいはい、だ日本人でそうならないと、うん、プロになるには日本人でもそうならないといけない。だから今プロでやってる選手が、まあ、何人かいると思うんだけど、うんうん、その人たちはチームからこいつは替えが効かない選手だからって思われてるから払われてるわけね。だからいかにそういうふうに思われるかっていうのが、うんうんうん、まあ、松大事。なるほど。替えが効かないっていうのがポイントかもね。そう、そこなの。うまいプラス何かあればすごいになるわけよ。そう、だ例えばよ、例えば俺はもう絶対無理やけど、うん、俺がもしちょっとある程度実力ありました、うん、まあ、こうじゃ無理や、おいコメント欄いいねじゃないのよ。やりやり。いや絶対 俺は無理な自分でも分かってんねんけど、そういうことじゃなく、はい、例えばある程度実力あります、うん、でここで自分で言うのもあれやけど、拡散力がそこについたとしたら、はいはい、それはすごい選手になる、うん、例えば
ああそういうことね、そういう影響力がある、そう、それを、それはチームによる。ああそう、でも残念ながら、うん、今のこれね別に文句じゃないよ、うん、文句じゃないんでちょっと勘違いしないでほしいんだけど、はい、残念ながら今の日本のアメフト界で、うん、そういう影響力とか、うん、ああじゃあ日本のアメフトを盛り上げるためにとかそういうのをこう気にしてやってるチームは多分ほとんどない。だから影響力を武器に交渉しようとしても、うん、ちょっと弱いかなって感じ。もちろんプラスアルファにはなる可能性あるけど、はいはいはい、まああんまりそこは見てない。ほうチームが多い。なるほど。もう俺はもう多分俺本当に唯一だと思う。ほとんどのチームと話してる。プロの契約についての話。もちろん話してないチームもあるけど、うん、ほとんどのまあ大体プロがいそうなチーム、まあ今皆さん想像できるでしょ。はい、できますね。のチーム大体話してるから、だからどのチームがどういう感じっていうニュアンスももう全部わかる。へえ。何を重要、チームによってやっぱ重要視してるのも違うし、はいはい、チームの作り方も違うし。うん、だそういうのも含めて俺基本的にもう全部わかるから、うん、今のコーチのあれだとまああんまりないかなやっぱりそこは。なるほどね、ちょっと多分、うん、はいはいはい、じゃあもう本当に今の実力だと、やっぱりちゃんとした実力必要だし、ただ自分で意欲的に動かないといけないし、うん、交渉力も必要だし、そうそうそう、あ、じゃあ結構思ったよりかは自分で頑張らないとダメだ、頑張らないとダメだね、本当にそう思う、うん、だから今のルートが決められてるわけじゃないんだ、ない、まだ自分で切り開いていかなかった、うん、でもまあ分かんないけど、うん、ある程度俺はいろんなチームと話したし、うん、そのなんかこう基準は作ってきたつもり、うん、一応ほとんどのチームと話してるから、まあ、もうこういう感じですよ、はい、日本人のプロと契約するのはこういう感じですよっていうのはまあやってはきたけど、でも基本的にまあ選手は、うん、あの自分からやらないと。でまあ俺の時と違ってもう現にいるわけじゃん、プロになってる、まあ俺もそうだし、うんうん、だから道はあるから、うん、だからまあそのゼロではない、はいはいはい、だ そこからまずプロになるから、ね、まあクリを、まあ、実際にクリに今なりゃいけるってことだよね。いける、なるほど、本当に。じゃ今のこう見てる人たちにこれさえやってたらプロいけるっていう一個言えるとしたら、まあ、いや、むずいな、それ。むずい。例えばさ、その、通知とかあるやんか。ああ、いや、だから、うん、あ、それも、要は総合力。いや、そう、むずい。だから、チームによって違うよ、求める選手が。だから、だから、まあ、ニュアンス言うなら、替えの効かない選手にならないとだ。そうか。そしたらなれるか。はいはい。それは、もう俺の、その、まだ素人的な考えで言うけど、うん、要はキャプテンシーも、すごい含まれてんの。いらん、そんな、いらん。もう、それはね、ああ、いや、そのチームによる。あ、そう。うん、俺はもうスタイル的に完全にプロでやってたから、うんうんうん、もうプロのスタイルでやってたの、はいはい、だからそういうのを求められてたかどうかは分からん、うんうんうん、まあ、分かりやすく言うわ、はいはい、例えば今回日本代表あるじゃん、うん、でじゃあもうワールドカップ、ね、最近ないけど、うん、あの人ワールドカップの日本代表のスタメン、うん、メンバーにならないのにプロにはなれない、分かりやすく言うと、うん、ほうだここのスタメンになったらプロになれる、なりたいっていうアピールとかを動けるあの状態だと。そりゃそうか、そう、そんぐらいのレベル、そうだ、ワールドカップのベストイレブンいるでしょ、ね、要はスタメンよ、はいはいはい、ワールドカップのスタメン、日本代表スタメンメンバーに入らないと基本的にはプロになれないと思った方がいい、うん、だそのレベルに行くっていうこと、はいはいはい、プロになりたいので、はい、まああとまあもう俺プロ9年やってたから、はい、思うのはあのプロアメフトだけでプロとしてね、日本の場合だよ、うん、NFL 行くとか CFL 行くとかまだ話変わるかもしれないけど、うん、とりあえず日本の場合日本で、うん、X リーグでアメフトだけでプロとして、ご飯を食べていくってことしか考えてないんだったら、まあ、プロはあんまおすすめしない、基本的にはちょっとリスク高すぎる。あ、そうなんだ、うん、要はアマチュアリーグだからさ、はい、他の野球とか J リーグとか、うん、ね、それこそラグビーもね最近結構もらってる人多いと思う、うん、そうだね、まあ、だからそこら辺と比べると、まあ、やっぱそうじゃないから、それだけで生きていこうってしてる人は俺は危険だと思う。へえ、そうですか。俺は、ね、いや、いくらもらってたの。はい、ちょっと それは気になるじゃん。まあ、そうやな。なんかそこ、今そうやな。いや、それはそうでしょ。その話になるよね。いや、いくらもらってたか、実際栗原さんが。いや、むずいな。プロの時は。ああ、なるほどね。
でそれ夢与えてほしいじゃん。いやいやいや、そりゃそうだよね。プロ選手いくらもらえるんだっていう。それはそうだよ、プロプロ言ってるけど、はいはいはい、もうね、俺はあ、じゃあ一回、大体の目安言っていい、はい、金額の。お、今じゃあ日本人選手何人かプロいるでしょ、うん、で、まあ別に全員のこと知らないし、誰がプロとかも、いやもうなんとなく相場、じゃあ、基本的に年契約だったとしたら1年間ね、はいはい、1年間の契約だとしたら日本人選手で、多分ミニマム、はい、俺は200万か300万だと。ミニマムね。俺は300であってほしいけど、はいはいはい、もしかしたら200の選手もいるかもしれない。日本人選手200なんでも少なすぎだけど、そっか、プロ選手とはいえ、まあ、ちょっと思ったより少ないかもな。まあそうでしょ、うん、でも現状おそらくミニマムは200から300、はい、うん、でもらってる人でおそらく500だと思う、うん、おお、500もらってんだ、うん、多分、はいはいはい、多分というか、まあ、もう大体想像できる、いろいろ話してきたから俺はもう、ほう、で全部自分で交渉やってたから俺。なるほどね。そうだから、基本1年契約だったら200から500だと思う。200から500か。でもしかしたらめっちゃいい選手でもうちょいもらってる。あ、もうちょっともらってる、もらってる人もいるかもしれない。でも大体そんなもん。じゃあアメリカ人ね、アメリカ人だと1年契約ね、はいはい、1年契約だったら多分300から700ぐらいかな。で、うん、ここ大体あの幅そんなもんよ、うんうん、で企業チームの強いところか、はい、あのクラブチームの強いところか、うん、まあ、お金があるチーム、うん、まあ、これで分かると思うけど、うん、大体どこがお金あるって、そう、ね、まあ、強いチームだ、はい、はもしかしたらアメリカ人に1000万払ってるかも。ほー、まあ、日本におけるアメフトで1000万、基準多分損害やと思う。年契約ね。でここでミソなのが、うん、アメリカ人の場合年契約じゃない可能性があるんだ。例えば8月から来るとか、うん、よくさ、春いないけど秋来る人いるじゃん、はいはいはい、あれは要は何してるかって、秋だけの契約にすれば月額めっちゃ高く払ってるけど年だと少ないね。なるほど。例えば年間300万だったら、はいはい、半分にすればさ、じゃあ8、9、10、11、12、大体5ヶ月、うんうん、で、月60万、そうね、半年で、うん、月60万をもらえるってアメリカ人からしたら結構な額もらえる。そうよね、普通に考えたら、ね、だって向こうのさアリーナフットとかさ、うん、それこそ下のレベルもう全然もらえないからね。あ、それ全然それはもらえない。若い、全然もらえない。なのに日本来たらしかもレベルも下がるじゃん、強度も低いじゃん、うん、でも月60万もらえる、お、5ヶ月でそれ来るよ ね。でも年で考えたら300万そうです。だから俺が300万、アメリカ人で300万って言ったのはそういうこと。なるほど。日本人で年じゃない人は多分いないと思う。うんうんうん。まあ、ずっといるし。そうそう、いるから。そもそもね。ただアメリカ人の場合はそういう契約の仕方がある。うん、シーズンだけとか、はいはい。だから300万からの振り幅がある。まあ、大体だから基準はそんなもん。なるほど。日本人は2、300から、まあ、500ぐらい。うんうんうん。大体ね。はい。で、アメリカ人は300から、まあ、700、800がないって。で、マックス本当、もう超重要 QB とか、はいはい、1000万いってるからね。1000万いってると。もしかしたら家もついてきてるかもしれない。そ、家までついてくる。 あります、はい、もういろいろ入ってますから。何家ってどういうこと。知ってんのよ、企業がそういう準備するんだ。 あるじゃん、うん、そう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 。はあ、そんな大豪邸とかじゃないと思う。まあ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 、まあ、でもまあ最低限の家をもちろん用意する。そこまでやってくれるんだ。やる、ね、あとは飛行機代とか、あの年に2回帰れるとかさ、はいはいはい、その飛行機代出すよとか。なるほどね。そういうのはある。一応そこら辺ちゃんとプロっぽいでしょ。プロっぽい、それをね、うん、そういうのは確かアメリカのプロっぽいよね、うん、だから大体その規模感で言うと、うん、まあもちろんさ、そりゃプロ野球とか J リーグと比べたら全然さ、それ額は少ないじゃん、うんうんうん、でもまあアメフトっていう日本だとまだまだこう、うん、マイナーな ね部類のスポーツだから、うん、でもまあそれぐらいの感じ、うん、なるほど。これ多分ね、俺誰も言ってないと思う。まあ、ここまではっきり聞くことはなかなか、いやいや全然知らない、うん、だいたいそんなもん。なるほどね、うん、だ日本人としてはまあ200から5で、クリアさんはだいたいで、まあいや、まあまあちょっとさ、なんかそれでやっぱ日本人、俺はいや、いやじゃあもう俺長いから9年間、10年長いよね、やってるの長いから、ね、じゃあ例えば一番もらってた時の話でいいか、はい、あ、もちろん。それさ、最初とかと思うと、いろいろコロナもあるし、時代も変わるから、そらそうですよ。一番もらってた時
はのあれね、はい、これいや 見物ですよ。いや、ね、待て待て、いや最初言った日本人 あの大体のあるじゃん、平均ね、200からまあ500ぐらい、まあ、そういうの、まあそこにはまあ全然入ってない。おお、まあ、当たり前だけど、おお、夢があるね。一番漏らした時でしょ、はい、あ全然入ってない、はいはい、おお、あ全然入ってない、入ってないよ、その枠にはね、はいはい、どうしようわなんか、いや NG なしって言ったけど、いやだから、いやだから、じゃあまあまあまあ、今アメリカ人、じゃあアメリカ人、はい、アメリカ人、アメリカ人ですね、って考えてほしい。あなたアメリカ人ですね、わかりました。規模感で言うと、はい、うん、まあなんかカットしたかったらこれ編集でカットするし、まあいいんだけど、まあ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 、このさ、けた？まあ、言ってるな。いやでも自分のことか家用意してもらったの。いやいや、してないしてない、じゃあ住んでる、あ住んでる、ずっと払って住んでる。そうね、うん、自分でそういうのやってない。あそういうのやってない、ね、でも別に俺の場合は、はい、あの契約の年によってもちろん内容が変わってて、うん、一応もらってた時でしょ、うん、だからてなると基本給はそれよりは安かったよ。はいはい、あとそのなんか実際に結果残したりとか、あそう、あ何が高知県とかそういうこともあるんだ、ね、ね、何がプラスされたかって、うん、インセンティブよ。はいはい、これ多分ちょっと面白いと思うんだけど、うん、勝利給っていうのがあるの、うんうん、あの年の契約によって違うけど、じゃあ例えば、うん、1試合勝った30万とか、うんうん、例えばね、うん、そういう勝利給があったの。1試合勝ってそんなみんなの月給ぐらいもらえるの、うん、わお、例えば、ね、夢あるねそうそうそうとか、あと、うん、ボールゲームってあるじゃん。ボールゲームね、大きい試合ね、要は東京ドームでやる試合だな、はいはい、ファールボール、うん、ジャパン X、うん、ダイスボール、ダイスボールね、このボールゲームっていうでかいゲームだね、はい、に出るともうインセンティブが、へえ、もう1試合のじゃない、もう、あそうとか、あだからあれだよ、年によって違うよ契約、うん、だからさっき言ってた1試合勝利給で30万っていうのはだからそういう年もあるし、うんうん、そうじゃない年もあるからね、年によって違う、はい、だから基本給プラスで、はい、そういうインセンティブっていうのはで、たまたまそのたまたまって言ったらあれだけど、まあ、俺が所属してた IBM の、うん、あの結構強い時があって、はいはい、ファールボールも JXB もなんか2年連続とかで出てた時あるんだ。まあ俺実際見に行ったからね、東京ドームに。あそうでしょ、うん、その時とか、はい、うわっ行くじゃん、うわやらしいやらしいわ、いやいやいや、これいやいや行くじゃん、こう額はそりゃ勝利期よりは全然、まあね、それはね、結果残してるから、ね、そういう、うん、インセンティブとかでまあ合計でね、はい、まあそれなりの、あそうまあでもね、他のスポーツに比べたらあれだけど、いやそれでもアメフトで そこなの俺が言いたいの。いやでもそこ、そう 俺もそこ、アメフトでそもらえるの、そか頑張れば。そうです。で俺もじゃあもう一つ言おうか、はい、アメフトのプロのすごいところ、はい、週2日よ練習、週2日よ皆さんよく考えて、本当に今のこの世の中週休2日制よ、ね、週休2日本来はね、本来はね、あれアメフトのプロ週2日、週2日稼働、週休5日じゃん、週休5日です。えそうなのだから本当に、そっか、でももちろん、そっか、5日休まないよ、もちろんもちろんトレーニングして、もうだからさっきも言ったけど替えの効かない選手にならないと、はいはい、クビだからすぐ、うん、それがプロじゃん、うん、でちなみに俺はコネとか使ってないの、うん、つながりとか使ってないの、うん、実力だけで俺プロの契約してるの、うん、ずっと。素晴らしい。だからなんか他のもしかしたら、うん、いろんなコネがあってこうチームとのなんかで契約してる人もいるかもしれないけど、コネね、はいはい、知ってるとかじゃなくてそういうなんかこう、うん、コネってあるじゃん、うん、どの世界にも、うん、だそういうので面倒見てもらってる言い方あれだけど、うん、っていう人もいるかもしれないけど、俺はもう完全にプロとしてやってたから、うん、もうそういうの使わない、もう実力、こういう結果、こういう能力あります、こういう結果出してます、うん、あそれこそああいう、影響力もそうよ、うん、そのメディア出てますとか、まあ、それも含めて、うん、で、まあ、いくら、いくらとか、うんうん、まあ、そういう話だったから、なるほど、そう、でも、週2日だけで、ね、残り5日が自由なの、うん、ここが俺、すごいところだと思う、だからさっき俺が言ったのは、アメフトでプロになりたいのであれば、もちろん全力でアメフトをやらないといけない、うん、もちろん、もうマストよ。中途半端にはやらない。それはもう当たり前なんだけど、ただそのアメフトだけでこうどうこうするんじゃなくて、残りの5日があるから、うん、もちろんね。だからそこでちゃんと自分をこう人生としてね、考えて生きていけるやつじゃないと危ないよっていう、うん、そういうこと。
いつクビになるかも分かんないし、はい、で言っちゃうとさっき言った平均の額あるでしょ、うん、それでずっと暮らすみたいな、うん、会社と違って毎回上がるか分かんないから、ね、そうね、下がる可能性もあるからね、確かにでずっと上がんない可能性もあるの、うん、何にも保証されてないから、もう怪我したらもうそうで保険も入ないし、うん、当たり前だけど個人事業主だから何にも保証されてない、うん、っていう状態だから、まあ、リスクはあると思う、すごく、うん、だからこそあのアメフトだけじゃない何かをこう自分でちゃんとやりながらプロとしても責任を果たすっていうのがすごい大事だ、うん、でまあ俺はプロ選手、前もツイッターとかで言ってるけど、プロ選手の責任は日本のアメフトを盛り上げることだと思ってるから、うん、どんなやり方でもいいの、別にアメフトを真剣にやるのももちろん当たり前だし、はい、うん、ただそれだけじゃなくて、じゃあどうやったら日本のアメフトを盛り上げられるのかとか、うん、なんかそういう行動ができる。で 俺はその中で、じゃあ一つのやり方として、俺は俺にしかできないことをやろうと思ってたから、うん、じゃあメディアに出るとか、はい、いろんなこうね企画とかそういうアスリートとしてアメフトを知ってもらう、うん、入り口になろうと思ってたから、うん、それが俺ができる、まあ俺にしかできないこう行動かなと思ってやったの、うん、だまあまあそういうようなことがちゃんと考えてできる人じゃないと、うん、まあちょっと厳しいかなと思う、いろいろリスクが高い。なるほどね、うん、分かりました。っていうのがまあ大体のプロの感じかな、うん、だいぶしっくりはきました。きた。いやもちろんもちろん、なんかこう、いや初めて分かった。そうね、初めて知ったし、うん、まあ、プロになる大変さっていうのも伝わってきたし、うん、あとはこうなるためにどんだけ大変かっていうのもあるし、うん、まあ本当に自分が実力さえあればこう夢見れる世界やな、意外とアメリカのところでこう夢見れる世界でもあるんだなと。まあ、うん、だからどうなんだろうね、まあ、幅は狭いけど、これどう、ちょっとクワちゃん、クワちゃん的にその今のさちょっと話聞いて、どう思う、そのアメフトの金額の規模感とかさ。いや僕そんな実際もらってると思ったの。ああ、うん、やっぱそうか。やっぱりサッカーとか野球とかはまあすごいからね、イメージがありますけど。そうね、でもラグビーとか多分やばい。ラグビーもっともらってるでしょ。めっちゃもらってる。あ、分かる分かる。今それ分かってるけど、そうだね、大体なんかそれなんとなく分かってるじゃん。そう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 、多分みんなも分かってると思うんだよね。うん、だからアメフトよく分かんないじゃん。よく分からない。だからまあ規模感で言うとそれ、はいはい、なんかこれ言っていいのか知らんけど、で別に隠す必要もないし。いや隠す必要ないし、そもそもだってなんか、いや言うべきやと思うよ。俺もね、そう思うよね、うんうん、あ、まあ具体的な額とか言わなくてもいいけど、何万とか言う必要ないけど、そうそう、たださ誰も言わないじゃん。誰も言わない、誰も触れずにいなくなるじゃん。そうね、紹介から、うん、よく分からんやん、うん、どういうことって。分かります。なんか一つ、そう、一つの形として、うん、俺は多分プロ第1号だと思ってる、はい、だってもういたかもしれないよ前に、うんうん、日本の話ね、日本の X リーグ、うんうん、いたかもしれないけど言わないじゃん。まあね、知りようがないから、ね、いなくなっちゃうじゃん、うん、これ悪口じゃないよ、うん、別に それ言わないからダメだとかそういうの話じゃなくて、うん、ただ言わないと何も分かんないまんま、うん、次世代に何もつながんないじゃん。だからまあ一応プロとしてまあそういう感じで、はい、まあなんかそうやってさ、あの選手あれぐらいもらってんだみたいな、もし分かったらさ、うん、なんとなく見る目変わんない。そうね、なんかあこいつすごいんだなとか、そうね、なんかちょっと注目して見たりするじゃん、うんうん、あるある。そういうのも、ね、必要だと思う。大事やね、プロ選手だってもう自分分かられて見る、うん、あ500万円プレイヤーだとか、そうだね、あ1000万プレイヤーだあれとか、うん、分かるじゃんそれで。そうだね、もう、まあ、野球が実際そうやからね。あ、そうじゃん、うん、お金で評価される。柳田選手もあんなもらってんのに、そうそうそう、実際結果残してるやんか。そうそうでしょ、あんな人が今空振りしたとか、そういう見方もできるし。本当そうなの、うん、だからもらってるやつの当たりは厳しくなるしね、うん、もちろん。なるほど、だからまあそういう、そういう世界ですね、はい、なるほどね。アメフトの日本の苦労っていうのは、だから栗原さんがこう9年やってきて、まあ、総称してよ、うん、プロ選手みんな目指すべきだと思いますか。あ、ね、俺、うん、いい質問、うん、俺で言うと俺は最高、マジでプロになってよかった。ほう、あのいいことしかない。うーん、悪い部分っていうのはもちろん大変な部分あるよ、うん、例えばもうこれ本当大変だったけど、やっぱプロリーグじゃないから、うん、契約も、まあ、ちょっとしっかりしてないとことがある、うん、ね、まあなんかこう言った言わない問題とか出てくるんだよ。なるほど。もちろんさ代理人とか通してないから、うん、個人で話すからさ、まあ、そういう問題とかが毎年今のちょうど時期だね、この12月の、うんうんうん、12月の末とかにこの時期に話されるわけよ。うん、でそこのこの一喜一憂があるから、はい、結構メンタルが大変よ。うん、俺なんて JXB の前に来駅のなんかえっていう話されて、
へえ。JX3 の前。いや、かなりもうね。前日よ。いや、そんな話すんなよと思って。どんなテンションで行くんと思いながら、でもまあまあ、もちろんさすがプロだから、頑張ろうと思ってやるけどね、当たり前だけど。でもさ、そういうのもあるわけ。うん、だただ単に楽しく、アメフトを楽しくやりましょうっていうのじゃなくなっちゃう部分があると思う。うん、はいはい。そこはプロじゃなければ楽しいから好きだからやるじゃん。はい、そうね。でもやっぱそうじゃなくなるっていう、うん、好きだったアメフトが好きでやってないっていう、はい、もちろん好きだよ、うん、でもそういうのが来るシチュエーションがあるかもしれない。だそういう悪い部分はもちろんいくつかあるけど、うん、まあ俺からしたらもう大正解ですね。おお、まあ、俺は普通にね企業チームで働きながらやってたから、はい、別にそれはそれであの間違った全く選択じゃないと思う、うん、俺はそれをやめて、まあ、プロでやっていくって決めたから、あ、まあ、そっからでもねもういいことしかないよ。出会い、人との出会いとかいろんな経験とかね、うん、普通まあ普通にアメフト、ね、やってて経験できないであろうことを結構させてもらってるから、うん、まあ、あとまあ俺はなんかこうアメフトってすごいスポーツじゃん、うん、NFL なんて半端ないじゃん。半端ないですね。で俺はそこが誇りなのよ、アメフトの。アメフト選手はすごいんだぞっていうのをずっと思ってた。でも誰も知ってくれないじゃん。そうね、はっきり言って、うん、それが悔しかった、うん、だからもうこれは俺が広めるしかないと思って、アメフトはすごい、まあ、アメフトっていうスポーツわけわかんないけど、うん、とりあえずアメフト選手ってやばいやついるよね、うん、にしたかった、日本のスポーツで。で俺はそれを作ろうともうずっとやってきた。だからまあそういう行動とかのおかげで結構これね、もうそれをずっと長年やってきたから、やっと今こうそういうような評価もらえたりとか、うん、なんかそういうのはあるから、もうそれはすごい俺がずっと思ってたことが徐々にできてるなっていうのは嬉しいというか、うん、やりがいがあることだったの、うん、いや、よかったです。それを聞けてそう、いや、なんかこの目指さんはよかったっていうのを聞きたくなかったから。あ、そういうことね。やってよかったって思う思いって今の現役の人に大事じゃんか、うんうん、俺はもう、うん、もう最高でしかない、うん、へえ、マジで。これはだからやった人だけしか分からんねやろな。うん、うん、まあそうかもね。そうやね、本当に最高でしかない。へえ、こんなにいい経験というか、他のね本当にすごいオリンピックの金メダリストだったりとかさ、うん、あのアスリートとかプロ野球のすごい選手とか、うん、サッカーのすごい選手とか、うん、本当にいろんな俺業界の人と運よく仲良くさせてもらったりとか、うん、知ってもらえたりとかして、なんかアメフトでもそこまでのアスリートとこう肩並べるじゃないけどね、 もちろんそれはレベルは、ね、差はあるかもしれないけど、でもそういうような評価を世間的にアメフトでももらえるっていうのは俺はやっててよかった。でそれを伝えたい完全に、はいはい、だから今の、まあ、俺も年でさもうアメフトやってないじゃん、はい、だから年でやってないわけじゃないんだけど、うん、まあ、俺ももう年だし、はいはい、ね、アメフトからも今一回離れてるから、うん、もう若い選手とかにもうこういうような、うん、俺がやってきたようなことをぜひ、まあ、続けてもらいたいっていうのは、まあ、俺のこう願いではあるけどね、うん、ここまで俺やってきたから、うん、うん、できるから、別に、うん、だからそこはちょっとぜひ若い皆さん、だ俺的にはプロは俺は最高だと思う、うん、だからぜひ目指してほしいな。なんか強豪校のさ大学の選手とかがさ、うん、大学でアメフト辞めたりするじゃん、うん、結構辞めたりするじゃん、ね、悲しいのよ、うん、ぜひ続けてもらいたいよね、いい選手ほど、はい、だからね、そういういい選手はまあこうやってプロを目指したりとかね、うん、ちょっと一つの今回の動画である程度基準とかまあなり方が分かったと思うから、ちょっとそれを目指してぜひ。最高だけどな。あ、そう、マジで。へえ。ただ全員がそうなるかは俺も保証できないから、だから頑張れっつってな、まあ、なるほど。もう考えないダメ、めちゃくちゃ、うんうん、どうなったらどうなるってこうなれるとか、うんうんうん、そういうことができて実力もあって、そういう野望とかそういう気持ちがある人はすごくいいと思う、うん、もう次はそういうのを育てる方ですよね。そうね、そういう人たちをね、はいはい、そうね、うん、もうちょい相談とか来てくれるか心の声出すな。いやでも素晴らしいです。でもまあまあまあ、なんかうんうん、これでいろんな人にちょっと参考にしてもらってね、うん、っていうのは、ね、プラスに持っていけたらいいかなと思って、うん、面白かったです。はい、ありがとうございます、うん、ぜひコメントをください。はい、お願いします。とにかくいいねとコメントで、まあまあ、まあ、他にも何か聞きたいことあったら、うん、あのぜひここのコメントで、まあ大体もう結構言っちゃったんで、まあ、いい素直な感想でもいいですよ。少なとか思
金少なとか、うんうん、そんな回ってるのとか何でもいいんですけど、いろんな道があるので、プロにはぜひ参考にしていただければと思います。それじゃあ今日は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。